魔法少女禁止法は、伊藤博による日本のライトノベル。一人者文庫から刊行された後、エンターブレインから新装版が発売された経緯があり、本校では前者を一人者版、後者をエンターブレイン版と記載。2010年7月17日に、アンチマジカル魔法少女禁止法の台で一人者文庫より、端末として発行。 2013年9月30日にエンターブレインに版元を移動し魔法少除菌手法に改題した新装版が発売された。こちらは文庫ではなくソフトカバーとして出版されており、内容も一人者版に比べて大幅に変更が加えられている。著者の伊藤と交友関係を持つ森瀬良曰く続刊が実現すれば執筆される予定だった構想を 伊藤から明かされたモリセがエンターブレインの編集者に作品を紹介したことが真相版の発売につながったとのこと。アメリカンコミック作品、ウォッチメンのパロディ作品であり、作中の魔法少女も既存の作品の魔法少女や変身ヒロインを彷彿とさせるものが多く、一人者版の後書きにてその旨の文章が記載されている。1997年に 一切の魔法少女活動を禁止する魔法少女禁止法が制定され、それから10年経った2007年の日本。一般人の少年、桜新一は、法に反して、非合法に活動を続ける魔法少女スーイト・ベリーに助けられたことをきっかけに、女装魔法少女となり、彼女と共に、元魔法少女たちを狙って起こる事件を追いかける。第1世代第3世代第4世代。 エンターブレイン版1巻の帯には、新抱秋雪がコメントを寄せている。2巻は、当初2014年1月発売予定と告知されて、いたが、半年以上もの延期を経て、同年10月に刊行が実現した。一人者文庫、エンターブレイン2013年9月30日。 発売 ISBN978 から40億4729万17442014年10月31日発売 ISBN978 から40億4729万9351魔法少女禁止法1書籍ムック文芸その他エンターブレイン魔法少女禁止法2観光裏話ラノベタゲターまとめ A, B, C, D, E, F, G, H, I, Jar 魔法症除菌手法の一環でも読むか、実況しながら、ラノベタギターまとめ、ありがとうございます。